それでは塗ります。ごめんなさい、また抜けてましたですね。はい、このようにして中敷きのところのガラスも塗りました。塗り終わりましたら、一回見ていただくと、ガラスの一つ一つのパーツの棚のパーツとか間仕切りの状態、側面という表現ができていると思います。必ず二重に重なっている部分とか三重になっている部分のところを二度三度と重ね塗りするとより深みが出ると思います。このようにして塗っていただくと、ガラスケースの表現ができます。